ご機嫌中飛車だったら分かりますよね、佐々木さんね。あ、分かんない。戸辺先生。え、もうちょっと大きな声で言ってください。いや、ちょっと、はい、はい、ご機嫌中飛車を草案したのは、待ってます。いや、もう一回、え、ご機嫌中飛車を草案した棋士は誰ですか。将棋の日フェスタ2022スペシャル動画デイ1、みのりみれいの3番勝負。はい、皆さんこんにちは、棋士の藤井猛です。今回は、将棋の日フェスタ、2022スペシャル動画、はい、デイ1ということで、みのりみれいの3番勝負ということでね、はい、佐々木、女流1級と鎌田女流2級にお越しいただきました。どうもよろしくお願いいたします。さて、この企画は一体ね、何なんでしょうって感じですね。まず、基本的にこれ、はい、何の共通点もありません、3人にね。はい、この企画を考えた方は一体誰なんでしょうって感じですね。はい、で、どうですかこれね。特に、ほとんど初めましてですよね。はい、はい、はい。なんかこういう企画をね、なんか立ててきたので、はい、まあみんな受けて立とうということですけども。はい。はい、今日は、まあとにかく、はい、ね、新人女流のね、佐々木さんと鎌田さんで、ね、はい、対決をしてもらおうということですね。はい、普通ね、将棋指しの場合対決って言うと将棋ですけど、まあ、将棋のね対決はまあまたのね公式戦にまあまでことあるということで、何を対決するのかよく分かりませんけども、はい、はい、3番勝負なので3つ、コーナーがありまして、はい、それぞれのコーナーで、まあ、3番勝負だからやっぱり勝ち越した方が勝ちですかね。で、勝って何があるのか僕にはよく分からないんですけど、まあ、とりあえず3番勝負ということですね。とりあえずいかがでしょう。まず佐々木さんから、はい、今回の3番勝負について、はい、意気込みを伺いましょうかね。はい、まだあんまり分かってないんですが、はい、勝てるように頑張ります。はい、ありがとうございます。では鎌田さん、はい、こういう企画ですけども意気込みを、はい、お願いします。頑張ります。頑張ります。まあ、そうですね、頑張るしかないんですけど、お二人はあれですか、これまで交流というかアマ時代とか昔から知った仲だとか何かそういうのはありますか。ないですね。ないんですか。はい、将棋指した経験は大会で1回だけあったこと。あ、確かに。忘れてる忘れてる。いや、覚えてますけど喋ったことはない。え、ないんですか。え、ま、喋るのも全く、はい、全くないです。あ、そうだったんですか。あ、じゃあ割と年離れてる。私今17歳。あ、そうだよ。これあれ忘れてた。自己紹介していただく。あ、はい。忘れちゃった。改めてじゃあ、今更ながら、まあ、新人なんでね。はい。なんかちょっと手順全部、完全な声手順全部なんですけど、はい。佐々木さんが自己紹介をお願いします。はい。昨年12月に女流棋士になりました、佐々木みのりです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、まあ簡単なお願いのことを。はい。今年5月に女流棋士になった鎌田みれいです。よろしくお願いします。2人とも、ね、新人ですけど、はい、特にね、鎌田さん、5月ですか。5月です。5月ですか。結構もう経ってるような気がしてね。だからほら、マスコミで当時ね、最年少だったから、うん、マスコミで取り上げられてるじゃないですか。今でも結構取り上げられてますけど、だからあれです、すでに僕の感じだけど、一般の人ね、棋士じゃなく将棋関係者じゃなくて一般の人の棋士知名度ランキングもかなり上位に入ってるんですよ。普通は一般の人にこうマイク向けて、将棋の棋士で知ってる人いますかって、まあ、大体藤井聡太さん、羽生さんとか、ひふみんとか出てきて、あ、鎌田さんって多分出てくる。もうすでに将棋界上位に入っていると僕は睨んでます、ね。はい、そういう感じなんで、まあ、だから見てる方もね、すでに新人だけど鎌田さん知ってますってね、はい、そういうのがあると思うんですけど、公式戦はもう何局指しました。数えてないと思いますけど、大体何局。10局以上、はい、でもね、マイナビ女子オープンでね、はい、本戦を果たすなど、はい、早くも活躍、ね、評価が、ね、高いと私聞いてますよ。本当ですか。そうですよ。やった、はい。鎌田さん何局ぐらい指しましたか。5局ですか。意外と指して、はい、どうですか、成績聞いてもいいのかな。2勝3敗ですか。はい、頑張ってください。得意戦法を聞きましょう。得意っていうか、棋風っていうかね、対抗系の方が得意。おう、相居飛車だったら、あんまりあれかな、戦術的なこと聞くとあれかな、ライバルに知られたくないとかある。相居飛車だったら何が得意ですか。これといってどれ、いわゆる何でもやる、相掛かり、角換わり、矢倉、何でもこいと、
うん、で対抗系がでも好きだということですね、はい、で佐々木さんは、はい、私も対抗系です。え、対抗系、はい、え、振り飛車党と言っているかと思ったんだけど違います。あ、振り飛車党です。ですよね、はい、くくったらどっちかにしろって言われたらどっちかにしろ、え、っていうか振り飛車党ですか振り飛車党ですかって聞かれたら全然振り飛車党です。ですよね、はい、はい、振り飛車党で中飛車と三間飛車をよく指してます、はい、中飛車と三間飛車ずれてんだよ ね、はい、なんかねちょうど真ん中がない四間飛車最近少ないよね。そうですね、あの少ないっていうかね指すだけどそのそうそうそう新人ねこうデビューしました、まあ男子でも女子でもいいんだけどあの得意戦法振り飛車党です。お、振り飛車党かと思うんですよ。でそんな中で何が得意ですかって三間と中飛車なんですよ確かに多いですね。真ん中ないのかよってね、そう思ってますけどね。浜さんは振り飛車は特に指したことないですか。全く指さない。全く指さないですか。もう指してみようと思ったこととか指しこれから指してみたいかなとか あります。あるんや。あるんですか。ある、ある。それはそれはじゃあはい、もしねもしあのちょっと振り飛車させてみたいなと思ったら いい本いっぱいありますんで、ね、あの藤井なんとかかんとかとかねいろいろいい本あるんでぜひ 本で勉強していただけるとね上達の範囲が、はいはい、というおしゃべりが長くなってしまいましたけどじゃあそろそろ、はい、3番勝負始めましょうか、はいはい、それではよろしく今日一日よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ね3番勝負第1局早押しクイズ 3×3 を行います。パチ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 、はい、まあでも例説明しますね、はい、とにかく 3×3 マスの詰将棋を相手より先に解いた方が勝ちとなります。最後は詰将棋を解いてください。しかしその詰将棋の問題が明らかになるまでは、クイズのパネルで隠されておりますのでとにかくクイズを解いてパネルを一つずつ開けていくと。開けていく中でもしかしたら半分ぐらい空いたら詰め将棋あこの詰め将棋かなって言ってもバーンと答えちゃってもいいということですね、はい、で最後まで開いたら絶対もう詰め将棋出てきますので、はい、それをまあねどちらかが答えて詰め将棋を答えた方が勝ちということでクイズの勝敗で実はあんまり関係ないということですね、はい、それでもまあクイズをやっていくということなんですが、はい、まあ、クイズというか鎌田さんですよ、ね、クイズ番組に出演の経験もありますのでクイズはいかがですか自信のほどは。あんまりないです。あんまりないですか。でもやるんですよ今日は、はいね、頑張ってください、はいはい、佐々木さんどうですかクイズのほどは今まで。クイズは自信はないですね、はい、ないですか、はい、でもまあ大丈夫ですよ将棋に関するクイズだと思われるんで、はい、頑張ります、はいね、大丈夫でしょうかはい、一応まあ僕は問題をね読んでいくことになりますけど早速まあいきましょうか。はい、はい、じゃあまずちょっとねこれ見えないようにねこうじっとしてないといけないんですけど最初僕はじゃあ、最初の1問だけ僕は選びますね。どこがいきますかねこれいきましょう。31の問題いきましょう。31ですね。はい、ここの、はい、パネルをかけた問題をじゃあ出します、はいはい、これは、はい、ぜひ答えてほしいですね。はい、じゃあいきます。問題読みます。将棋の日は11月17日、では 11×17 は。早押しですよ、これ学生ならねもう 大サービス問題もいいとこですよ。はい、鴨さん198。ブブはい、チャンス回ってきました佐々木さん。180、あ、はい、はい、佐々木さんどうぞ。187、正解です。これは、はい、金、はい、あの鎌田さん数学は暗算というか、なんか 11×11 が121、はい、11×11 が121、11×11 が121だったから、はい、私さん間違えた。間違えた。え、11×17。11×7、6。ああ6。ん？よく分かんなくなってきた。あ6。まあいろんなね計算方法があるよね。え、佐々木さんは暗算は？あ、全然苦手です。はい、でも一生懸命今考えて、はい、筆算してました。
まあ、そうですね、難しいよね。まあ、170+17 みたいな感じで考えれば分かりやすいんだろう。ああ、確かに。はい、というすいませんね、いきなり。いや、学生の向けかなと思ってね、現役の学生の方が暗算は早いかと思ってしまいました。まあ、しかし、まあ、ここはまあ、はい、3位置が空いたんで、あそこに金がありますね。はい、という感じでね、これ全部開けていくと。じゃあ、どうぞ正解した佐々木さんから次のパネルを選んでください。じゃあ22で。あ、真ん中ですね。はい、はい、22の問題ではいきます。これちょっと分かったね、長いね。将棋の日は江戸時代にお城将棋が行われていたことに由来するものですが、お城将棋が11月17日と定められた時の徳川第8代将軍の名前は何でしょう。第8代将軍ですね。はい、これも学生ならまあね、こう歴代将軍はね、はい、特に8代なんてもう結構有名じゃないかなね。え、はい、はい、佐々木さん。徳川、うん、徳川義信。違う。違いますね。川さん、チャンス。全然わからん。義信っていうのもいるよね、でもちょっと違いますね。なんか惜しいんだけどね。何した人ですか。いや、これはよくドラマにもね、なってますよね。結構有名ですよ。ドラマ、時代劇といえばもうよく出てきますね。はい、そう、もうヒント、ヒント、もうよしまで合ってますよ。よしまで。吉宗。え、答え亀田さんは回答権来ましたけど、わかんない。わかんない。え、もう一回じゃ回してみるの。佐々木さん、もう一回。じゃ来ました、吉宗。吉宗、はい、正解です。はい、徳川吉宗、八代将軍徳川吉宗ですね。はい、割と吉宗は今でまあ古いかな、世代が古いかな。こう時代劇なんかね、知ってる世代だとかしないですね。ちょっとはい、ということで、はい、じゃあやばい、はい、じゃあ真ん中、はい、オープンでお願いします。はい、何もないか。いや、あ、何もない、うん、あ、何もないところじゃしょうがないじゃないですか。はい、じゃあ続けて、じゃあ、はい、佐々木さん、次の問題をお願いします。じゃあ11で。あ、11で、はい、11いきます。第5回アベマトーナメントで優勝したチームは。第5回って一番最近ですか。そうですね、最近のですね、第5回。はい、まあ、懐かしいですね。私も、はい、力を及ばせながら参加した懐かしいトーナメント戦ですね。はい、直近のアベマトーナメントの優勝チームです。名前、チームの名前。チームの名前です。チーム丸々。分からんな、ね、いろんなチームありましたけどね。はい、チーム藤井じゃないな、確かですね。お、名前でいいですか。そう、先生の名前。いや、もうリーダーの名前をガツンと言っていただければ。はい、チームリーダー、はい、はい、佐々木さん、どうぞ。チーム稲葉。チーム稲葉、正解です。ピンポンピンポンピンポン。あ、もう見てなかった、ね、あ、それは見てた人の勝ちですね。はい、はい、というわけで、はい、11、じゃあオープンでお願いします。お、玉が出てきましたね。お、これだけでもう答えてもいいんですよ。そう、分からへん。持ち駒は角銀歩でね、これだけじゃまだちょっと分かんないかもしれないね。はい、じゃあちょっと川田さん頑張ってくださいね。はい、ね、やる気出してね。はい、じゃあ、おじゃあ問題を佐々木さん選んでください。じゃあ23で。23、はい、23いきます。さあ、これも簡単な問題ではありますがね、知ってるか知ってないかみたいなところでありますよね。はい、いきます。じゃあ23の問題。藤井聡太竜王が最初に獲得したタイトルは棋聖ですが、ですが2番目に獲得したタイトルは何でしょう。棋聖の次に獲得したタイトルですね。これも意外とね、意外と簡単なんだけど、やってこなかったりしますね。でも藤井ね、聡太さんは一気にね、確か一気に2冠になった気がするんでね、一気に2冠になったんで、まあ棋聖の次すぐ取った気がしますけどね。ね、将棋界が長いとこういう問題は簡単なんですけどね、なかなかこうね、こうタイトル戦のこうね、年間スケジュールが頭に入っているとすぐ答えられるんですけどね、これが意外と新人女流には難しいかもしれませんね。ね、当てずっぽう。あ、いいですよ。はい、鎌田さん、どうぞ。多い、はい、正解です。すごい。あ、カチ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 。はい、これ何で分かったんですか。勘。
はい、神田の敗戦以外です。あ、そうですね、あの棋聖に続いて棋聖取って初タイトルのもうその勢いのままね、その棋聖戦の次に行われたタイトル戦の王位で、はい、棋聖王位と立て続けに取りましたので、はい、2番目に取ったタイトルは王位でした。お、鎌田さんやりましたね、すごい、はい、ということで、じゃあ、23でしたね、23の問題でしたので23の、はい、駒をオープンしてください。オフですね。これだけでは当てずっぽで最終手言えば今の調子で言えば当たっちゃうかもしれないですよ。まだ分かんない、まだ分かんないですね。はい、じゃあ次の問題を、じゃあ鎌田さん選んでください。13です。13、はい、13ですね、はい、13の問題です。はい、さあこれもよくクイズの問題としてよく出てきますけどね、はい、これはなかなかどうでしょう。はい、ではいきます。インドで生まれた将棋の、つまり将棋の元になったゲームですね、インドで生まれたゲームらしいですが、将棋の元になったゲームの名前は何でしょう。これは結構ね、はい、将棋に似たゲームって世界中にありますけど、一応こう将棋の元になったと言われている、ね、言われているものですね、インドのまあ将棋的なゲームですね、何でしょうか。これは意外と出てきにくいかなと思いますね。ね、いろんなのありますよね、いろんな、ね、世界の将棋いろいろありますけど、これは結構出てこない、僕もこんなの出てこないですよ大体、分からん、分からないよね、分かんないけど当てずっぽうでさ、なんか将棋と似た名前のゲーム言ってりゃあったかもしれないですよ。何やろ、ね、なんか言ってみてください、なんか、なんかヒント、ヒントヒントね、ヒントね、そうね、いやこれはね、もうあれだね、頭だけ言いますね、茶です、茶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 、聞いたことある、そうですよ、なんかあるでしょ、なんかあるでしょ、茶ってやつですね、茶から始まる言葉です ね、 ね、だからこう将棋に似たものっていろいろありますよね、まあ、チェスなんか有名だしね、シャンチーとかね、いろんなありますよね、茶から入りますね、茶、茶、ふにゃ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 ですね、はい、渋い問題なんでね、はい、これはね多分なかなか出てこないと思いました。高3ですか、これは投了です、はい、はい、じゃあこれは仕方ありませんね、これねチャトランガですね、はい、聞いたこと、聞いたことあるでしょ、はい、はい、でもねこれは出てこないと思います。はい、じゃあこれはでもまあ仕方ないですね、両者はい不正解ですが、あの、はい、私のもう権限で開けます。はい、13の問題、はい、おお、桂ですね、これはでも書いたわけないからね、これでなんとなく分かってもダメです、これは。じゃあどうしよう、これはじゃあ僕がじゃあ次開けますよ、2人とも不正解だったんで、はい、じゃあ次は3-2いきましょう、3-2の問題いきます。はい、これもよくクイズで出てきますね、はい、将棋の初手は理論上何通りあるでしょう、可能性ですね、将棋の初手に動かせる、はい、先手番ですね、初手に動かせる手は何通りでしょう、ね、はい、分かんなかったら数えるしかありませんね、初手は何通りさせるでしょう、知ってたらねもうバシッと出てくるんですけどね、はい、もう勝ちですよ、ね、数えてめんどくさいね、お、はい、30、はい、正解です、ピンポン、ピンポン、これは数えたの、数えます、あ、すごいですね、こう9、8、9、1、8、9みたいな、7、8、9、これは早いね、数えた人は、確かに飛車の動きめんどくさいもん ね、 こうね、うん、あと銀と銀はでもそれ難しいよ、そっか、これ早いね、はい、30通りです、知ってたんじゃないですか、知らないはい、はい、初手の可能性は30通りであります、はい、では、はい、なんだ 3人を、はい、じゃあオープンしてください、お、結構出てきましたね、どうですかこれでね、詰め将棋行ってもいいですよ、まだかな、まだ、まだ、はい、では、次の、はい、じゃあ、ま、あともう3で3台だけですね、はい、あと3個、じゃあ次の問題の、はい、どこでしょうか、12、はい、12、あ、はい、いきます、これもね知ってたら簡単ですけどね、はい、でいきます、詰将棋に関する問題ですね、
現在最長手数の詰め将棋ミクロコスモスは何手詰めでしょうか、ね、知ってたら簡単ですけどね。知らんな。これでも現在と言いながらこれ結構もう前の詰め将棋ですからね。僕がもう中学高校か、僕は高校生の時に大体発表されたもう35年ぐらい前に発表されて話題になったものが今でもまだ最長記録を保持しているってことですね。すごい、はい、結構な桁ですけど、はい、何手詰めでしょうかっていう、まずお二人知らないようですね。これ詰め将棋存在自体は知ってます？名前は聞いたことある。ミクロコスモス知らない。知らないですか。はい、あの長い詰め将棋ですね。じゃあ何手でしょう。でも適当に言ったら当たるかもしれないですよ、うん、適当に言ったら。はい、じゃあ鎌田さんどうぞ。1041。おお、いや近い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 、うん近い、いいよ、それより多いですか。多いです、うん、もういい感じ。適当に言った割にはいいとこ言ってますね。近いね、近い近い、はい、鎌田さん、鈴木さんどうぞ。1053、50、あ、はい、さっきより多い、1400より多いって言ったはずだ、ね、あ、ほんまや、うん、1500、はい、1500、うんうん、はい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 、53、不正解ですね。近いね。うん、じゃああと1回ずつ言って近い方正解にしよう。はい、もう適当に言って。1500、正解に近い方が2人ずつ1回ずつ言って近い方が正解にしますから、1563、はい、じゃあ佐々木さんは、じゃあ67 はい、正解は1525手です。え、あ、うん、4つ、あの少ないんで出てなかった。はい、鎌田さん正解になります。はい、これはね1525手で、あのすごい桁違いに多くなったんですよ。それまではだいたい800、あの江戸時代ね、あの江戸時代の詰将棋で611手っていうのはすごく有名なんですけど、それからずっとこう現代に来て800手ぐらいまではあったんですよ。それをね一気にこう1500手超えをしたということで当時すごい話題になりましたね、はい、今でもまあちょっと破られない手数の長さですね。はい、1525手です。覚えました、これは覚えましたね。またどうせ何かの表紙に将棋祭でこれまた出てきますからその時はもうパーンと、あの、はい、1525手ってね、ちょっと聞く意味もいいしね、1525だから確かに覚えやすいしね。ミクロ、あとミクロコスモスね、あとなんかあの作者の名前でもチェックしておけばもう完璧ですから、はい、それで、はい、じゃあ鎌田さん、はい、正解しましたので、はい、じゃあまずオープンですね。12の、はい、場所オープンですね、うん、お、どう、なんとなくまだ、うん、まだ分かんない、はい、では、はい、残りにいます、どっちか、はい、決めてください。21で、はい、じゃあ21ですねはい、じゃあ21の問題、はい、これはどうだろうはい、横太り8号飛車戦法を草案した棋士は誰でしょう。はい、これは新手の想像ですね。これ藤井システムを草案した人は誰でしょう、でもよかったと思うんですけどね。確かに、はい、そしてじゃあ進んでね、はい、でもこれ もう同じぐらい有名ですよ。これあれですよ、答えないと。これ横太り8号飛車戦法まず知らない可能性ありますね。横太りは知ってますよね、もちろんね。横太り8号飛車戦法ってなんですよ、飛車を中段に引く、ね、一斉をこう風靡した戦法ですので、うん、まあ、でも生まれるかなり前だからね、意外と知らない。8号飛車戦法って知らないですね。知ってはいます。それをね最初に指した棋士っていうのがいるんですが、まあ、意外とご機嫌中飛車だと分かりますよね、佐々木さんね。あ、分かんない、戸辺先生。もうちょっと大きな声で言ってください。いや、ちょっと待って、はいはい、ご機嫌中飛車を草案したのは、合ってます?いや、もう一回、ご機嫌中飛車を草案した棋士は誰ですか。戸辺先生。戸辺誠、はい、読者にあのその判断を仰ぐといたしましょう。待って、違う。いや、世代だからね、僕は全然驚かないですよ。そういう世代だから、あの全然そう驚きはしませんけどね。わかる。まあ、でもこれはほら8号車だから今の問題は。
はい、ありがとうございます。集中してください。嘘や。8号車線と、はい、横振りやんない。どっちもわかんない。佐々木さんも横振り やらないかもしれないけど。やったことないです。でもやったことなくてもほら、こうなんか見てればさ、なんか時8号車といえば、あのふにゃふにゃってあるわけですよ。意外とね、もう時代が経っちゃうとね、知られてないからね。当てずっぽうでいい。当てずっぽうでいいですよ。はい。はい、佐々木さんどうぞ。羽生先生。羽生先生。なるほど。いや、違いますね。羽生先生ではありませんね。そうですね。うん、じゃないんだよね。うん。これ難しいかな。これ難しいね。ヒント、ヒントもね、結構難しいんですよね。ヒントはね、あの、そうそうそう。中、中という字がね、名前に入ってます。中。うん、あの真ん中のね、中、中ですね。はい。はい、佐々木さんどうぞ。中原誠先生。違う。おお、うん、まあでも、そんなに間違ってもいないけどね。うん、そう、中原先生もね、横普通の進化と一歩指してるんで、遠からずではないんですが、まあ、もうちょっと、そうですね、僕とね、大体同い年ぐらいですね。はい。ですね、ちょっと出てこないかもしれないですね。はい。どうしよう、こういうのはヒント「中」という字が入っているけど「中」とは読まないっていうね、はい、これは難しい。ヒントの出し方は難しいね。「中」って呼ばない、そう、「中」という字を書くんだけど「中」じゃなくて「中」じゃないやつですね。中座誠先生。あっ、中座誠、正解です。ピンポンピンポン、もう中「中」で出てきましたが、なるほど、はい、はい、中座七段が「まあ、一番これね、八号車戦法っていうのは最初いろんな棋士が指したんですよ。だけど一番最初に指したのは誰だってことになって、公式戦場の一番最初で8号に飛車をまあ引いたのが中座七段だったっていうのと、まあ、深くね当時研究してたっていうことで、はい、まあ、最初に指した人に、はい、賞が贈られたってことでね、まずは構造賞も受賞しています、はい、その中座七段、おなんかだいぶ追い上げてますね。確かに、ね、まあ、知らない間にどんどん田口さんが正解してますよ。はい、では、21が、はい、じゃあオープンですね。お、金、お、結構来てんじゃないですか。なんかこれ難しくないですか、これ、そもそもこれ。どうですか、これで、うん、回答権は今んところありますけど、ちょっと見せちゃうか、回答どう、最後もいきますか、最後の問題か、ここで回答権を最後までいきます。これもう最後答え終わってバンって全部見えたらもう、あれで2人こう集中してこう早く解かなきゃいけないわけですよ。はい、準備いいですか。はい、はい、では最後の問題いきます。最後なんだっけ、これ最後の問題は、あ、これはでも分かるかもしれないよ。でこれを答えた人にもう回答権があるからね。んー、そう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 、それ大事ですよ、これ一番大事ですよ。確かに、はい、ではいきます。一番最近女流棋士になったのは誰？はい、はい、久保翔子さん。久保翔子さん正解。佐々木さんダメじゃないですか。クイズ連敗じゃないですか。終わってみたらやばい。はい、じゃあオープンいきましょう。最後の、はい、3-3の視点オープン。さあ詰め将棋解きましょう。はい、これは回答権は鎌田さんにあります。あ、もう来ました。じゃあ、はい、鎌田さん、じゃあ、最終手だけ言えばいいのか。最終手だけじゃあお願いします。2-2と正解です。ピンポンピンポン。あ、すごい、すごい、え、早いじゃない。え、詰め将棋得意なんですか。あんまりやってない。でもこれ難しいと思うんだけど。え、佐々木さんは解けなかった。でちなみに、まあ、最終手だけじゃなんなんで、じゃあちょっと一応、まあ、やってもらってもらいましょうか。じゃあ号で、はい、2-1桂成同金、2-2銀同金、同歩成同玉、1-1角、はい、同玉、2-1金同銀、同角成、はい、同玉、3-2銀1-1玉、1-2歩、はい、同玉、2-3金、1-1玉、2-1銀成、同玉、3-2歩成、1-1玉、2-2玉で、はい、そういうことですね。はい、素晴らしいですね。はい、
いやいやいや、なんかでもちょっとこう将棋盤全部が見えてないとなんか解きにくい問題かなと思って、ね、こう玉がはみ出していく、ね、展開もありますからね。はい、どうですか。どうですか、負けちゃいます。いや、これは勝負、鎌田さんの勝ちです。いいですか。はい、第1局3番勝負第1局は鎌田、女流2級の勝利となりました。はい、まあ、第1局、まあ、やってみた感想どうですか、鈴木さん。はい、感想は、はい、なんか最後クイズ追い上げられて全然回答権がなくなっちゃったのが痛かったです。はい、鎌田さんどうですか、終わった第1局勝利して感想を、うん、最初の計算問題を、はい、間違えたのが恥ずかしかった、はい、悔しいと、はい、でもその後よく追い上げましたね、うん、はい、ということで勝負どこはどこだったですかね。勝負どこの問題は勝負どころは最後じゃないですか。え、最後だって、あ、そっか、最後か、うん、最後ですよ。久保女流って浮かばなかったの。浮かんでましたやっぱり、あの、年が近いから、うん、あ、もう間違いないと、はい、あとそうですね、やっぱり、うん、そうですよね、うん、まあ、特にか特にいい勝負でしたね、はい、ということで、まあ、やっぱりあのポイントなのは、あの、やっぱご機嫌中飛車の創始者が誰かというところですね。ほんまに分からない、そこがポイントでしたね。はい、じゃあ、ありがとうございました。